中汎用とは動物の発生初期に区別される細胞群の名称である。外汎用と内汎用の間を埋めるように発達し筋肉や体構などを作る。中汎用を持つ動物を産汎用性動物という。動物の発生では卵活が進むと内部に卵活空を持つ放廃棄に次いで内外の細胞層に分かれる原聴廃棄に進む。そこでは細胞層が 内側と外側の二層に分かれ、内部の細胞群は幻聴を形成する。ここで、外表の細胞層を外胚葉、その内側で幻聴壁を構成する細胞群を内胚葉という。その際、多くの動物群では、これと同時に、あるいはそれ以降の進行に従って、この二つの胚葉の間に形成される細胞群があり、これが中胚葉である。 中肺葉の形成の方法は幾通りかの型があり、それは動物の系統と密接に関連すると考えられてきた。外肺葉が表皮とその派生的な構造及び神経系に分化し、内肺葉が消化管とその派生的な構造に発達するのに対して、中肺葉はその両者の間を埋める非常に多様な構造に分化する。それは例えば太鼓や循環系。 内骨格や筋肉、神秘などである。大切性のある動物では、大切もここから作られる。なお、積作動物では、積作がここから形成されるが、これを中肺用に含めない主張もある。肺用の発見は、バンダーに遡る。彼は1817年に、鶏肺の初期発生において3つの総構造が存在することを示した。 彼は二層がまず形成され、その後にその間にもう一層が形成されることまで観察していた。その後、彼の知人のフォンバーがそれを脊椎動物全般に存在するものであることを示し、さらにラトケは同様の細胞層が無脊椎動物にも存在することを示した。ベーヤはこれらに基づいて肺溶説を提出した。中肺葉細胞が 外廃腰と内廃腰の間を満たすものは、無対抗動物、間に対抗を作って、外廃腰の裏打ちのみを行うものは、偽対抗動物、外廃腰、内廃腰の両側の裏打ちをするものを、身対抗動物という。外廃腰と内廃腰の間にほとんど細胞の、存在しないものを二廃腰性動物というが、実際に外皮と腸壁の間に細胞が存在しない、例は、 ヒドロム種類しかなく、その意味では、構成動物は全て三配用性とする主張もある。中配用がどこに由来するかは、動物群によって様々である。大きく分けると、外配用の細胞に由来するものと、内胚葉の細胞に由来するものがあり、前者を外中配用、後者を内中配用という。間の中配用は後者であるとみなされ、 例えば二肺用性動物と言われる四方動物とありクシ動物では外中肺用のみを持つ。だが、これをあえて内中肺用と区別しない立場もある。また以降は、その発生の様式から大きくは以下の二つに分けられてきた。この二分法は古典的な動物系討論に基づくものである。それによると三肺用性の動物は腹口が口になる。 前口動物と腹口が肛門になる後口動物に分かれ、前者は螺旋乱括を行い、列対抗を持つのに対して、後口動物は放射乱括を行って、超対抗を発達させる。しかし、このような二分法は現在では疑問視されている。なお、脊椎動物も後口動物であるから、超対抗であり、その中汎葉は、 幻聴壁から袋の形で分離するとの判断があった。それによると両生類の場合、神経廃棄に赤索の両側で2層の壁を持つ袋の形で、外廃用と内廃用の間に入り込み、その後に赤索との間でくびれるようにして分離する。なが現在では、脊椎動物は列対抗であると判断されている。実際の発生では状況はさらに複雑である。 例えば、発生のモデル生物として使われてきたウニの場合、放廃空を埋める細胞には、以下のような3つの形成過程がある。どれも内胚葉期限とみなせるものの、それぞれ出現する時期も場所も異なるが、その全てが中廃用とみなされている。蒸気のように、内胚葉が消化管、外胚葉が表皮と神経に分化する。 つまり、おおよそ一番外側と一番内側の上皮をこの二つが作り上げる。中胚葉は両者を埋める構造のすべてに分化し、例えば結合組織はこれにあたる。対抗を持つ動物では対抗に面する上皮も中胚葉性である。他に、筋肉系、循環系、排出器、生殖層も中胚葉から作られる。ウニの場合、中胚葉からは、骨片、筋肉、 色素細胞、水管系などが形成される。以下、発生のモデル生物としてよく使われる、両生類について説明する。他の脊椎動物では、様々な違いはあるものの、基本的な特徴は共通している。中杯用に分化するのは、卵活の時期に、赤道の単域にある細胞群である。現状排気にはこの部分の細胞が内部の放杯群に侵入して、 幻聴を形成する。その後、動物局側から入り込んだ細胞群は外装を裏打ちするように発達し、これが中胚葉となる。中胚葉は幻聴排気から神経排気にかけてさらに分化する。一つの区分法として、これを中軸中胚葉、ゾイ軸中胚葉、側板中胚葉と分ける方法がある。中軸中胚葉は積削で、これは下記のように 大部分の脊椎動物では発生初期のみ存在して後に消失するがその働きと意味は重要である。この部分は両生類ではオーガナイザー領域から形成され神経管を誘導しそれによって全身の体軸等を決めるものとなる。語二者は一般には大切と側板と呼ばれる。普通は以下のように分ける。それらからさらに分化する期間とともに 以下に記す。ただし、各部位、各機関は、完全にそれぞれの部分からだけ形成されるわけではない。中廃用のうち、腹口廃心部に由来する部分は、外廃用に働きかけて、神経を形成させる。これは、シュペーマンとマンゴルドにより発見され、誘導と名付けられた。誘導現象は他にもあるため、現在ではこれを神経誘導と呼んでいる。 その働きを持つ部分として、シュペーマンは、原口配信部を形成体、あるいは、オーガナイザーと呼んだが、往々にシュペーマンオーガナイザーと呼ばれる。上記のように、放廃期以前には、赤道域に位置する細胞群が中廃用に分化するが、この区域の細胞の運命は、放廃期の直前までは決まっていないことも示されている。それが中廃用に分化する機構として、 植物局側の細胞による誘導があると考えられている。これはニューコープによる以下のような実験で示され、また分子生物学的にも裏付けされている。このように配属植物局領域はシュペーマンオーガナイザーを誘導するという重要なものであり、この部位はニューコープセンターと名付けられている。ありがとうございます。